京友禅とは、江戸時代の元禄期、京都の宮崎友禅斎によって考案されたといわれる技法で、着物に模様を描いたのが始まりだといわれています。およそ350年から400年近くの歴史がある京友禅。丸増西村屋では、風情あふれる京町屋を改装した工房で、そんな伝統工芸の京友禅を気軽に楽しく体験することができます。そして今の時代、工房にお越しいただくことができなくても、団体様や学校様、さらにはご家庭などどこででも京友禅体験を楽しんでいただけるようになりました。染めるアイテムはハンカチやトートバッグ、ペンケースや扇子、巾着など、日常でも使いたくなるものばかり。しかも染めるデザインやレイアウトは皆さん一人一人が考えることができるので、世界に一つだけのオリジナル作品が誕生します。それでは京友禅体験の工程をご紹介します。まずはハンカチなど染めるアイテムを板の上に置きます。板には糊がつけてあります。手のひらでシワを丁寧に伸ばします。さあ、染めるデザインを選びましょう。皆さんが選べるデザインはおよそ3000種類あります。デザインは1枚の型紙のものから、何枚もの型紙を使うものなどいろいろです。多いものは5枚型までありますが、難しさはそれほど変わりません。お好きなデザインを選んでください。選んだデザインを染めたい場所に置いてください。もちろん後から複数のデザインを追加して染めることもできます。場所が決まったら針で型紙を固定します。それでは1番の型紙から置いていきましょう。針先に気をつけて、型紙の左上と右上の2箇所を刺して留めてください。2枚以上の型紙を使うデザインを選んでいる場合は、2番の型紙も同じ位置に置かなければいけません。そのためにテープで型紙の角に目印を2箇所作ります。これで下準備は終わりです。早速染めていきたいと思います。まずハケで染料を取っていきます。この時ハケを斜めにしてすくうように取るのがポイントです。量は豆粒1つ分くらいで十分です。キッチンペーパーなどに染料をかすれるくらいまで伸ばします。ここが重要です。ベタベタのまま染めると失敗してしまうので、必ずかすれるまで落としてください。いよいよ染めていきましょう。ハケをまっすぐ立てて小さな円を描くように染めていきます。布の中にまで色を浸透させるように染料をしっかり擦り込んでいきます。色の組み合わせは自由です。色の濃淡をつけることで立体感が生まれますよ。何回も擦り込むと色が濃くなります。すべての型紙を染めたら完成です。出来上がった作品はドライでアイロンがけの熱処理をしてから使ってください。我々もこの文化を絶やさないためにも、届けてでもやっていただけたらいいのかなと思ってるんですけどね。型紙とかもね、こういう自分でデザインを考えていただくのもよし、色をつけていただいて、まあ、楽しんでいただけたらよりいいのかなと。気軽にこの
友禅の体験もしていただければ面白いかなと